皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回もまた初心者はこれ引けシリーズの新しい動画でございます。一緒にバリバリと楽しくギターを練習していただけたら、幸いでございます。今日は何の曲にチャレンジをするのかと申しますと、アジアンカンフージェネレーションさんのソラニンという曲を一緒に練習していこうかと思います。女性の方がさ、宮崎葵さん、ちょっと女性の方がなんか主演してた映画があったじゃないですか。僕も見たんですけれども、あの映画の中でね使われてた主題歌でもあるので、うわー懐かしいなんていう方も結構多いかと思います。すごいシンプルだけどもかっこいいっていうお手本の曲なので、知らなくても、今までその曲を聞いたことがなくてもぜひ聞いていただければ幸いでございます。アジカンはね、いいバンドだよ。本当にすごいいいバンド、もうシンプルでかっこいい素敵なバンドですので、ぜひこの機会に知っていただければ幸いでございます。で、今回もね、下の方に楽譜が一応バーッとございますので、楽譜がなくても、動画で弾けるようになるとは思うんですが、もしよければ、ちょっとレッスン代がてらね、楽譜じゃあちょっと手に入れてやるかみたいな感じでゲットしていただければ幸いでございます。そして何気に気になっている方も多いかと思うんですけども、このギブソンは、借り物でございます。私は買ったわけではございません。すいません、ありがたく使わせていただいております。借り物でございます。びっくりしたでしょう。ギブソンだぜ、イエーイっつって、借りてます。この借りてるギターで、我が物顔で、ソラニンを一緒に練習していこうかと思います。動画を今回も3本に分けます。3本に分けます。1本目の動画は、サビまでかな、サビまで。で、2本目の動画は間奏のところ、そして全体の構成、そして3本目の動画はアウトロを一緒に練習していきます。アウトロがね、なんかね、ややこしいんだ、すごく。それまではすごいシンプルなんだけど、アウトロはすごいややこしい。だからアウトロ、興味なかったらやらなくてもいいかもしれない。1、2本だけでいいかもしれない。まあ、そんな感じの構成でやっていこうかと思います。じゃあ、まず、行きましょう。イントロのパターンからいきますよ。画面のズババババンとお手元をお見せしながら行こうかと思います。行くぜ行くぜ、頑張るぜ、練習するぜ。こんなフレーズ。こんなフレーズ。うわー懐かしいって感じになりますね。練習してみましょう。1弦の9フレットからスタートです。ずっと中指でいきましょう、もしくは薬指、どっちでもいいです、好きな指で。で、この時に1弦の音は応弦するんだけれども、他の指を使って、人差し指とかを使って、使わない弦をミュートしていくことがポイントです。こんな感じで弾くと、どうしてもこの共鳴してしまうので、左手の使ってない指とか、あと右手のこの親指の深みのところとかで、この共鳴をしっかりストップさせながら弾いていきましょう。共鳴なしだと、共鳴ありだとこんな感じになります。これはよろしくない。こんな感じのすっきりした音を目指しましょう。1弦のポジションが9 11 7で、9 11 14 11といきます。9 11 14 11、9伸ばして11伸ばして7で、9 11 14 11で、また同じように9 11 7で、7 6 2 6。こんな感じで、ちょっと横移動が大きいんですけれども、スライドをしながら弾いていくような感じです。ピッキングはダウンピッキングだけで全然大丈夫です。目線を先へ先へ持っていって、そのポジションを間違えないように気をつけましょう。9行って、11行って。で、この7の後に11に、9、11、14と行くわんですけども、目線をこの辺に持ってきておいて、行きすぎず、行かなすぎず、ちょうど、14の位置に持ってくると。こっちも同様、2フレットあたりを見ておいて、しっかりと2フレットにバッと着地ができるように練習していきましょう。こんな感じのね、なんか学校のチャイムみたいなフレーズからスタートです。で、この学校のチャイムフレーズみたいなやつ、このチャイムフレーズを丸々4回繰り返します。今
ここで1回。で、もう1回丸々繰り返して2回弾くとイントロが完成です。で、その後にもう2回弾くんですけれども、丸々同じフレーズです。もう2回。ここで、ね、歌が入っているところで、ね、弾くんです。歌が入っているところでチャイムフレーズ弾きます。ただ最初そのチャイムフレーズが1、2、3、4回丸々繰り返せば OK。で、そのチャイムフレーズ4回終わったら、今度はオクターブでチャイムフレーズを弾いていきます。こんな感じ。この繰り返し。人差し指がね、さっきの1弦のチャイムフレーズと全く一緒なんだ。9からスタートして、11に行って、7に行って。で、9、11、14、11、9、11、7、7、6、6と。で、ここに対して、この人差し指に対して、オクターブ、もう完全感覚ドリーマーの時とかすごいたくさんありましたね。人差し指に対して1本弦を開けて、4弦の9フレットに小指を持っていくと。つまりこの人差し指が押さえているフレットから隣の隣って感じです。人差し指が押さえているフレットから2フレット、隣。の音を弾いていくと、これを、最初人差し指が6弦の9フレットからスタート、でその次11に行って7、しっかりこの人差し指と小指のミュートをしっかり行って、練習するようにしましょう。ちょっからおさらいでミュート練習してみましょうか。人差し指で6弦の9フレットを押さえるんですけれども、お腹のところで 1,2,3,4,5 弦の使わない弦を軽く触れて、こんな感じで6弦は鳴る。ここから鳴らない鳴らない鳴らない、6弦はしっかり鳴るけれども他の弦はならないという状態を作ってあげましょう。そして小指で、4弦の11フレットを押さえて、ここも同じ感じ、小指で4弦の11フレットを押さえたならば、お腹で 1,2,3 弦を軽くミュートしておく。こんな感じで、この形を維持したままフレーズを弾いていくと、横に移動した時にね、余計な音、開放弦の音とかノイズが入ってしまわないように気をつけて、移動しましょう。まあ、今までこのコレ弾けシリーズをたくさん練習してくださった皆様ならね、もう完全感覚ドリーマーあたりでもオクターブかなり極めたと思うんですけれども、こんなフレーズになっております。もし分かんないところがあったらね、ビデオを巻き戻したりとか、ゆっくり再生したりとかして何回も何回も確認をしてみてくださいませ。手元をメコピ、耳コピで、チャレンジしていただけると幸いです。それではこんな感じのオクターブによる、チャイムフレーズを2回丸々弾きます。歌が終わったら、ペン、サンシン、サンシン、こんな感じです。2回丸々繰り返して、終わる感じです。でそこからしばらくね、あのギターはねお休みです。パラパラババンババンババンってな感じで、歌だけになって、その8小節っていう言い方をするんですけども、しばらくお休みをした後に、しばらくお休みをした後に1弦のチャイムフレーズをちょっとだけ弾きます。ここまで、この3つの音だけ、この3つの音だけを2回丸々弾きます。こんな感じで
で、2回弾いたらオクターブを弾いて、B メロの準備に行きます。こんな感じ。人差し指が5弦の14フレット、そして小指が3弦の16フレットになってオクターブフレーズを弾いていきます。実際は多分ね、レコーディングの時はそのしばらく弾いておいて、ボリュームペダルでこのボリュームを大きくしていくって感じだと思うんですけども、ちょっとそれができないんで、ピャーンピャーンピョン234デゲ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 という感じでオクターブで入っていきましょう。ワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーデゲ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 みたいな感じで、これができたら B メロです。B メロに突入でございます。すごいシンプルっすよね、ここまでね。このチャイムフレーズとオクターブチャイムフレーズ、後でまたこうね、サビの時にこのオクターブチャイムフレーズが出てきますので覚えておいてくださいませ。 B メロいきましょう。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。ワン、うん、あ、間違えた、間違えた。サビに入るわけですね。やってみましょう。まず人差し指が5弦の9フレットでパワーコードいきます。小指を付け足して4つ弾きましょう。ベベベベと、でその後に、オクターブチャイムフレーズの一部分を弾きます。さっき弾きましたね、これね。6弦の7フレットから7、9、10、11、7、9、10、11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 、
でまた7、パワーコードいきます。でその次ちょっとオクターブのチャイムフレーズが変わって7、9、11、9、7となります。ちょっとゆっくり通してやってみましょうか。いきますよ、ゆっくり弾きます。1、2、3、4こんな感じ。パワーコード4つ弾いてベン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 、パパパパワーコード4つ弾いてデン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 、こんな感じの内容になっております。パワーコード弾いたら7、9、11、14、11、パワーコード弾いたら7、9、11、9、こんなノリです。でこの後にね、これをね、繰り返すんです、繰り返すんです。ちょ全部で3回やるんですけども、でもこれ2回目の時はね、パワーコードの位置がちょっと変わるんですわ。さっきはこの5弦の9フレットからパワーコードいきましたけども、今度は5弦の7フレットをパワーコードん5弦7フレットにそのパワーコード入れ替えます。ここで、まあ、その後は全部一緒。こんなん。こんなノリです。で、また同じように、この5弦の9フレットからの。そして5弦の7フレットのパワーコードを、じゃん。2小節。ベゲ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 と弾いて、5弦の9フレットのパワーコードをベゲ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 と、2小節弾いて B メロがクリアという感じです。なんとなくわかりますでしょうか。ちょっと全体的にその B メロ、通しでゆっくり弾いてみます。いきます。1、2、3、4でパワーコード変わります。こっちで、次パワーコードいきます。1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、
そうすると例えばのサビが入ってくるというような感じでございます。これが B メロまでの流れです。分かんないとこがあったら何回も何回も巻き戻してみてみてくださいませ。でこのあとサビに行くんですけれども、サビがまたこう実にシンプルでございまして、さっきやったオクターブのチャイムフレーズを弾くだけです。例えばもうさっきやったフレーズをもう一回丸々弾けばもうサビは完成という感じでございます。どうでしょうか。これがその1本目の動画のサビまでの、フレーズでございます。まあ、ちょっとねややこしいところもあったとは思うんですけれども、なんか一回頭の中で整理がついてしまえばすごい簡単だと思いますので、頑張ってやってみてくださいませ。実際のテンポは180とか 179.5 とかそのぐらいだと思うんですけれども、ちょっとゆっくりめに130で、最後に通しで弾いてみようと思います。いきましょう。一緒に練習してみてくださいませ。いきます。130ストライ、ワンツーワンツースリーフォー、タイムフレーズ、ああ危ないだちょっと待って、もう一回ごめんなさい、ワンツースリーフォー2回目、でまた続けて9、11、14、11、で3回目、今これ歌が入ってます、歌が入ってます。4回目、で次オクターブきます。急ですけども頑張って。伸ばしてお休みです。7、2、3、4、2、3、3、4、5、2、3、4、6、2、3、7、2、3、4、1、2、3、4、チャイムフレーズ、でもここで終わり。もう一回いきます。3、4、1、で次オクターブきます。1、2、3、4、ディギ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 、ビメロ、オクターブチャイム、感じの、ノリです。まあ結構ね、動きはシンプルだと思いますので、頭の中でこうね、繰り返し頭の中で整理していただければ、幸いでございます。何回も何回も繰り返してね、練習していただければ嬉しいなと思います。次の動画では、さっきも言った通り、感想のところをちょっくら練習していこうかと思います。あと全体の構成を把握していく練習をしていこうかと
思います。1本目のこの動画がうまくできましたら、次の動画に進んでみてくださいませ。それでは今回の動画もここら辺で終わりにさせていただきましょう。2本目の動画も、ぜひ楽しんでいただければ幸いでございます。そして最後に、私滝沢勝成ツイッターなどをやっております。 TIKAJAWA 滝沢という名前でツイッターやっておりますので、もしよかったらフォローしてみてくださいませ。動画の感想リクエスト、何かご意見と、コメントでもいいですし、フォローしていただいてリプライ送っていただいても構いませんし、なんかお気軽にね、どんどんコミットしていただけると僕としてはすごく嬉しいなという感じでございます。そんな感じでよろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、さよなら、はは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 は。